足の板の長さをこれからカットしていきます。こちらトッチの、センターテーブルの足用の板です。今長さが75センチぐらいあるんですが、それを半分の35センチずつに2枚にカットします。で、こっちにあるのが、これから他にカットしていく板です。こっちは屋久杉の足の板になります。ウォールナットの板叩く用ですね。足4枚と下のくるみの、ダイニング用の高さの足4枚です。この機械は、ここにスイッチがあって、オンにするとこの刃物が回ります。それでこうやってこちらの台をスライドして切っていきます。こういう感じで切っていきます。こっち側の台が動くような感じですね。以上です。